皆さんこんこにちはお掃除で幸せな奇跡を起こす今日は断捨離で空いたスペースにラッキーが入るというお話をしたいと思いますえ先日私がやっております開運お掃除遠隔サポートのお客様が、えー、いじげりの異次元の断捨離をしましたというふうにお聞きしたんですよね でこのお客様は本が大好きで、えー、たくさんこう本棚があるんですけれどもそのたくさんある本棚からも,もう本があふれかえっていてお部屋の床にもう何,何つかのようにたくさん本が積み上げられていたんです。でこれをですね、まあ、整理して、えー、ブックオフに売りました。 というご報告をいただきましたそれでで床の本も綺麗になったし本棚に、えー、スペースが生まれたこう本棚が開いたということを聞いたんですよで開きましたっていうのでであじゃあそこに新しい本買ってないですよねって言ったらえっあの何冊か買っちゃいましたけどっていうことなんですよであっそこはできるだけスペース開けておいてください ラッキーが入る場所なんでって申し上げたんですね。で、こういう感じで、えー、断捨離が終わってスペースが空くと、こう、寂しくなって、物をこう、置いてしまったりですとか、新しいものを買ってきたりですとか、こう、そこを埋めようとする方っておられるんですよ。で、その時の言い分が、えー なんだか寂しいからとか、場所がもったいないからとか、えー、なんか空いてるとこう気が済まないっていうか、埋めないと気が済まない。でそうじゃなければ、もう無意識にでも、えー、スペースを埋めようとする方って、 おられるんですよね。で、ちょっとこれは私余談になるんですけれども、あの、テレビでよく昔やってた、今もやってるかどうかわからないんですが、こう、ゴミ屋敷になっちゃってて、で、そこ、あまりにこう、ひどいゴミ屋敷なので、え行政の、こう、なんですかね、強制撤去みたいな、そのドキュメントみたいな番組って、 っってよくあったじゃないですかであれをその,その後どうなってるかみたいな感じで半年ぐらい経ってあのテレビ局が行くとあの住人がですねゴミを拾い集めてきて元の木阿弥みたいなまた同じような状態になってるっていう例って結構あったと思うんですよ。であれもですねその住人の人がこう空っぽのスペースに耐えられないまあ寂しいのか何かこう 満たされてない思いを空間とこうリンクしていてでそこを何かでこう埋めようとするっていう、あのー、空っぽスペースに耐えきれないでゴミを拾ってきちゃうっていう事例だと思うんですけれども、まあ、そういう方ってねそういうことってあるんですよね。でえー、っとこういうのをまあ私から見ますとあ貧乏神ついてるなーって。 思うんですよ多分貧乏神ってこう広々空間とか空いてる空間に耐えられないんじゃないかと思うんですよね。はい、まあそれはちょっと予断としてで、まあ、そういうもしかしたら貧乏神がついてるかもしれない方が空いた空間を埋めたくなるかもしれないんですけれどもそこをちょっと我慢して空間は空けておいてほしいんです、ねなんかえ。ゴミを突っ込んだりとか 何かかを買いいい足しししたりとかししないでほそこはやっぱり開けておいてほしいそこにラッキーが入るんですよでその空間をね自分で埋めなければ、まあ、そこは勝手に入りますので、えーまあ、開けといてねっていう話なんですでそれを申し上げましたらえー、そんなじゃあ本棚1個捨てられちゃうかもしれませんっておっしゃったんですよね で、本棚1個捨てられるんだったら、もうそれはもう素晴らしいことなので、捨ててくださいと申し上げました。で、今度はその本棚全部のスペースが空きますから、これは大きいですよね。でやっぱりそこに大きなスペースがボーンと空くと、そこにガーンと入ってくると。 いうことでございます。でね、これはまあ、ちょっと別の観点から見ると、えー、まあ物理の世界でね、エネルギー保存の法則っていうものが、まああるじゃないですか。って、あるじゃないですかって言っても、私ちょっと物理が苦手なので、まあざっくり考えてほしいんですけれども、えっ、ー、と、エネルギーがこう一定に保たれますよっていう話なんですよね。で、法則なんですよ。でも、それと断捨離が どういうふうにリンクしてるのかとか、まあ難しいことは考えずに、空いたところにはエネルギー保存の法則に従って、宇宙が勝手にラッキーを入れてくれるというふうに、もう自分の中で定義づけてください。もうそれが法則なんだって、もう思っちゃうっていうことですね。えー、開運のための断捨離は、もう引き出しが空っぽになっちゃったら、 空っぽのままの方がいいですし押し入れがスカスカになるんだったらもうスカスカの方がいいですそれからもう本棚が捨てられるんだったら本棚は捨てた方がいいです新しいものを買い足さないということですねその方が良いエネルギーが家の中を巡って徐々に開運の方向に導かれていきますそれを体感している方はとても 多いです私もその中の一人でございます。はい、えー。今日のお話いかがだったでしょうか面白いと思った方は、えー、チャンネル登録、高評価、コメントの方もお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。